引き逃げの疑いで警察庁から重要指名手配に指定されたのは、八田佑一容疑者です。八田容疑者は去年6月、別府市で停車中のバイク2台に軽乗用車で追突、大学生2人を死傷させ、現場から逃走した疑いが持たれています。制限速度を大幅に超えて追突した凶悪性などから、警察庁は、 全国の警察を挙げて捜査をする必要性が高いとして、今月8日付で重要指名手配に指定しました。道路交通法違反での指定は、全国初のケースとなります。また、捜査特別報奨金の対象事件にも指定され、有力な情報提供者には公的懸賞金として300万円が支払われます。